コンバースジャックパーセルはコンバースが販売するスニーカー。1935年に当時バドミントンチャンピオンだったジャックパーセルが開発に関わった。靴の名称もパーセルに由来する。当初はスポルディング社からの発売であった。50年代に入ると BF グッドリッチ社に販売元が移り、この頃からジャックパーセルの特徴であるヒゲとスマイルがデザインされた。 発売当時最高水準の耐久性と快適さを備え、テニス、バドミントン、スカッシュの多くのプレイヤーに愛用された。2005年には70年ぶりのモデルチェンジを行い、本来より片足あたり約 70g 軽量化し、ポリウレタン素材のカップインソールの採用、足型をコンバースールスターと同型のものにするなど、極力デザインは変えずに機能の向上を図った。 また、トゥスプリングというつま先が上がった状態にする加工を施し、よりスタイリッシュなモデルとなった。微笑んだ口元に見えることからスマイルと呼ばれるラインがトゥに入っているのと、ヒールにヒゲと呼ばれるマークが入っているのが大きな特徴。キャンバスウッチとレザーがある。コンバースオールスターと並び人気がある。アメリカのロックバンド、ニルバーナのカートコバーンの愛用靴だったことでも、 有名。また、アメリカの俳優のジェームズ・ディーンも愛用していたようで、あり、ジャック・パーセルを履き、ディレクターチェアに座りながら、脚立に足を乗せた有名な写真が残されている。ありがとうございます。